浮遊感とか、それこそこう雲のようにこう浮いて見える視覚的な面白さにすごく惹かれて。重なり合うことで生まれる新しい世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代美術作家徳永ひろ子。代々の職人家系に育った彼女、デザインや油絵を学んだ後、最終的に行き着いたのは描くではなく作る。絵を描くというよりも、ものを作り上げるっていう方が合っていたようで、油絵を描いていた時も絵の具を削って絵を描いてたんですけれども。そんな時出会った運命の素材。結晶のように細かく削ったものが出てくるので、それがすごく面白いのと、透明なものを使うことによって綺麗に出てきたのがとても感動的で、そこからこの素材にはまって今でも使い続けています。見つけたのは重ねるという新しい形。集積を見せたいと思ったんですね。小さな点が集まって大きな塊になる。物理的にこうアクリル板を増やしていった方がより奥行きはどんどん出ていって。重ねることで彼女がたどり着いたのは、絵では生み出せなかった立体感。透明だし色もないし、見えるか見えないか近寄らないとなんかよくわからない、こう存在感あんまりないような作品だと思うんですけど、近づいてみると小さい点がいっぱい集まって圧倒的な力強さを感じれるような、そういう作品にしたいと思っています。視覚を集積することで生まれる圧倒的なパワーを表現したい。そんな徳永ひろ子のブレイク前夜。一人の制作も今後ずっとやっていきたいんですけど、また違う人と一緒になって制作活動ができたら、また新しいものがどんどんできていくんじゃないかと思って、今それにすごく挑戦しています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は陶芸家宮岡孝美のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。